どうも AFT モトスポーツです。今日はエルシノア2ブーツをご紹介します。エルシノア2ブーツはもうヴィンテージモトクロス用ブーツをイメージして作ってますので、もうこのバックルが一番インパクトがあると思います。もうこれがやっぱりすごいかっこよくて、エルシノアの当時の最初のモデルなんかはすごく人気がありました。でそれがなくなって、この2ようやく出たんですけれども、前回のモデルと比べるとすごく軽くなりました。でその秘密はソールが新しくなって軽さに貢献しています。エルシノア2ブーツのいいところは本革使ってますんで、最初からすごく柔らかいし、どんどん馴染むとよりバイクの上でも動きやすくなって操作性もいいです。そしてバイクから降りてももちろん歩きやすいです。このすねの部分は強化されてますし、 D3O がくるぶしに入ってます。ジッパーがありますんで、一回履いてバックルの位置決めてさえしまえば、あとはこのジッパーで脱ぎ履きがすごく簡単です。サイズ感については通常通りのサイズで大丈夫です。一応バイク用にできてるんで、ちゃんとこの足の甲の部分が少しタイトめにはなってるんですけれども、普段のサイズ通りでお選びいただいて大丈夫です。これどのブーツにも共通してるんですけれども、厚手の靴下履かれる方なんかは半サイズ上げても大丈夫だと思います。エルシノア2ブーツはソールが変わってはいるんですけれども、前回のモデルと比べると革がより柔らかくなってますので、最初の硬さっていうのがだいぶ軽減されています。見ての通りなんですけれども、これはもう見た目もインパクトがあります。もうブーツイン、ちょっと細身のパンツでもこうブーツインして履いてしまえばすごくかっこいいですし、アイコンのパンツってこうあんまり細身ではないんですけれども、ちょっと折りたたんでしまえば中入れられますので、すごくかっこいいです。でこの形から、トラッカー系とかちょっとカフェレーサーとか、それこそモトクロスとかイメージされる方多いと思うんですが、全然 SS 系でもかっこいいです。それからハーレーだとか、もう本当多種多様に使えますので、足元をおしゃれにするには持ってこいです。何かご質問があればいつでもお問い合わせください。もちろんお電話でも大丈夫です。それから当店のチャンネル登録とサブスクライブもよろしくお願いします。それでは Ride Safe! Ride Icon!